い、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら三井ガーデンホテル神宮外苑の森プレミアさんですね。はい、私の動画では2回目の紹介になりますが、前回の動画と眺望が、対角線側に反対という感じですかね。なので、まあ、まるっきり反対っていう日本語が合ってるのかわかんないんですけど、まるっきり反対側のコーナーのお部屋に宿泊することができましたので、ご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でちょっとね、背景がカーテンになってしまってるんですが、2日目の朝に撮ってるんですが、このね、後ろ側にベッドがあるわけですが、ベッドが綺麗な状況ではないので申し訳ないです。これで失礼したいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速、お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。はい、ではお部屋をご紹介したいと思います。お部屋入りますと、もう全体が見える感じですね。はい、で横幅も通路は結構あるので狭さは感じないかなと思います。で鏡あります。でお部屋の位置は今日はこちらですね。エレベーターここなので、まあ、割とすぐのコーナーのお部屋です。まあいい位置かなと思います。はい、こんな形ですね。で、入るとすぐ左側にクローゼットスペースありますので、こんな形、まあアイロンとか、金庫とか一通りあります。こちらはスリッパもありますね。はい、で反対側、ここ電気がねちょっともしかしたらないかもですね。よいしょ。で反対側にこちらに、これはなんかもう布で柔らかい感じ、冬っぽいですね。なんか羽織る感じですね。バスローブとかではない感じです。はい、ブランケットっぽいかな。はい、で、ちょっと収納。はい、で、こちらに荷物を置くところありまして、ちょっと引き出し開けていってみましょうか。からはい、こちらミニバーみたいな感じですかね。職人のコーヒーあります。こんな感じで、お茶はこんな感じ、三井ガーデンさんの文字入ってますが、と紅茶もあります。はい、グラスはこんな感じで、まあコーヒーカップみたいなやつと、水のグラス3つありますね。まあ一応、
3人まで入れるってことかな。はい。で、冷蔵庫はお水だけ入っております。はい。まあね、こんな感じかなと思います。で、こちらはからかな、はい、ケトルがありますね。ケトル、お、失礼、ちょっとバタンってなっちゃいましたね。はい、ケトルのみあります。こんな形です。はい。まあね、この辺ちょっと石っぽい感じで高級感もあってお値段以上って感じします。とてもいいかなと思います。はい。で、洗面台のスペースこんな形で、ここはここ閉じるので、まあ全てね閉じることもできますので、こうなっちゃえばもうね、はい、バッチリ見えないかなと思います。まあ、ここ突き抜けてるのがちょっと面白いですけどね。はい、こんな形になっております。ちょっと開けときますね。よいしょー。はい、こんな感じですね。はい。で、ちょっと洗面台先に行ってみたいと思います。まあ、ベーシックですね。このレイアウトがね、結構お部屋のこう圧迫感をなくして、最近は割と流行りのデザインじゃないかなと思います。はい。で、アメニティは、しっかりね、一通り揃ってるかなと思います。よいしょ。で、ドライヤー出しましょうか。で、ドライヤーを出してる間、お部屋全体映しておきます。で、こちら今日は、コーナーのツインのお部屋で、前回とね、眺望を逆のお部屋にしてみました。はい。まあ、逆サイドだとね、どんな感じに見えるのって感じなので、はい、ちょっと後で行ってみたいと思いますが、はい、ドライヤー出ました。はい、ドライヤーは、ちゃんと、パナソニック製のナノイーですね。はい、まあまあ、いいんじゃないかなと思います。で、これは、後ほど収納します。はい。こんな形ですね。はい。まあ、グラスとかもあり、いいんじゃないかなと思います。はい。まあまあ、いいデザインだと思いますね。で、お風呂行ってみます。で、お風呂は、結構広いですね。はい。で、洗い場ですかね。もしっかり広くて、浴槽も深くていいんじゃないかなと思います。はい。で、アメニティはこちら。備え付けのタイプですが、三木本さんのやつですね。はい。ここに三木本。入っております。はい。まあ、タイルは灰色っぽい形でかっこいいかなと思います。はい。で、お手洗い行きます。手洗いはよいしょ、あ、こんな感じ。はい。でも木でね、これかわいいというかちょっとかっこいい感じで、はい、高級感もあっていいんではないかなと思います。はい、失礼しました。はい。で、寝るスペースという感じですかね。はい。30平米ぐらいのお部屋だと思うんですが、結構いい雰囲気だと思います。まとまりもあって、インテリアの量とか配置とかもいい感じですね。まあ、ここでも1人寝れるんで、お子様連れでも3人ならいけちゃう感じかなと思います。はい。で、まあ、ちょっとね、色味は統一されていて、こんな形、こちら側から順光なのかな、こっちの方が、こんな感じで、あ、でもいい感じですよね。はい。まあ、ちょっとお値段の話、このホテルは、後でまたしようと思うんですが、この価格でこのお部屋なら、バッチリ満足度高いんじゃないかなと思います。はい。で、こちらは、バルコニーついてますので、まあ、ベランダと言っていいのかわかんないですけど、出ます。で、今日は、前回とね、逆サイドで、六本木とかの方面が見える、お部屋です。で、緑もね、見えて、まあ、国立競技場も少しだけ見えますが、どうですかね。はい。で、電車の音がね、めっちゃ入ってますが、こちら側に来ると、こんな感じでね、新宿も少し見えますね。まあ、結構開放感があっていいんじゃないかなと思います。で、私は、何気にまあ、朝日もね、好きなので、こちら側にすれば、朝ね、日差しで、起きれるかなと思いますので、私はもうこちらは開けて寝ちゃうかなと思います。で、すぐ下に緑もあるので、ちょっとね、緑越しの、街並みが見えるのも素敵でいいんじゃないかなと思います。はい。で、ここね、座るところもあるので、まあ、ちょっともうこれね、出しちゃってなんかね、食べながら外見てるのもいいんじゃないかなと思います。はい。お部屋はこんな形になります。まあ、結構ね、おしゃれでいいんじゃないかなと思います。では、少し、ホテルのお話ししたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこちらですね。三井ガーデンホテルさんの
神宮外苑の森プレミアさん、はい、の第2回目のご紹介という感じです、はい、で、立地は国立競技場前駅さんのほぼ目の前で、ちょっと何線か不確かなのでこちらに出しますが、千駄ヶ谷駅ですかねのすぐ近くでもなります、はい、で、青山表参道に車で、まあ、青山は5分とかっていう距離感ですけど、表参道も10分ぐらいの距離感で行けますので、結構ねいいところにあるのかなっていう気がします。あの中心地はないんですけど、どこにも結構いい距離感で行けるので、まあ、銀座とかになると車だと、まあ、20分から30分かかりそうかなっていう気はするんですけど、まあそれでもいいところです、はい、で、国立競技場の北側ということで、まあ、緑がね結構あるエリアではあるので、東京の都心部では結構ねこういうホテルは少ないんじゃないかなと思いますので、夜はかなり静かですね。国立競技場でイベントがあるときはもちろん賑やかになると思うんですけど、そうでなければ、静かにね夜を過ごせるので、ここもポイントかなと思います、はい、で、すぐ後ろに何線か分かんないんですけど鉄道が走ってるんですけど、まあ、この音がこちら側のサイドだと少し気になる方は気になるかもですね。私は適度に音が鳴ってるぐらいはいいのかなって気がするので、あんまり気にならないですけど、12時ぐらいになればもうねほとんど走ってないんですけど、それまでは鉄道の音自体は気になる方はそれなりに気になってしまうかなっていうホテルかなと思います、まあ、気になる点があるとすればそれくらいですかね。はい、で、今回私2回目の宿泊なんですが、このホテルの魅力はもうここはね魅力なのであえて言ってしまいますが、まあ、コスパがめちゃくちゃいいということですね、国立競技場にイベントがなければ一番お安い部屋は1万円を切ってることも多いので、まあ、9000円とかから、2万円ぐらいの幅の中にほとんどの部屋が価格としては収まりますので、こちらのお部屋も1万5000円してないですね、はい、なので2人で宿泊するとなるとよりコスパは高いのかなと思います。で、新しいのでまず中のねこう施設の綺麗さが素晴らしいことと、まあお部屋が、雰囲気いいので、こちらはかなりねやっぱコスパがいいホテルなんですよね、はい、なので1人で来るときは結構いいかなと思います、はい、で、気になる点はお部屋も含めてなんですけど、仕事スペースがあまりないっていうことですかね。なのでビジネス用途には少し使いづらいかなっていう気はしますね。デスクが大きいわけではないので、パソコンとかはもうベッドであるとかですかね。なのでツインのお部屋にしてしまって、一人の時も片方のベッドをもうワークスペース、もうこんな感じですね、使ってしまったりするのもありなのかなっていう気がします。はい、それぐらいですかね。あとは気になることはそれほどないです。はい。で、今日は昼間にレストランに行ってきました。で、ちょっとメニュー出していこうと思うんですけど、メニューは、まあ、多分単品もあったと思うんですけど、パスタの、セットですね。パスタとサラダと、多分飲み物ぐらいなのかなっていう感じがするんですけど、と、まあランチ用のコースっていう感じなんですけど、今日は私はランチ用のコースを頼んだんですけど、これめちゃくちゃおすすめです、はい、今日はこれをね何なら一番おすすめしたいぐらいなんですけど、メニュー出てると思うんですけど、こちらのコースがあれ税込み価格だったのかちょっと正確に覚えてないんですけど、2900円ぐらいでした。2900いくらだったと思うので、どうですか、まあ、ほぼフルですね。なので、前菜、スープ、まあ軽いもの、まあ、パスタ、お肉、デザート、飲み物って感じなので7品目ぐらいですか。で、3000円です。で、パスタとメインは3つの中から確か選択、4つだったかな、4つか3つの中から両方とも選択ができるので、まあ、お好みにね合わせてパスタとメインを決めれるっていうのもナイスですね。私はお肉にしたんですけど、サーモンとかもありましたし、パスタの種類もいろいろありました。はい。で、まあ、お腹のね、空き具合が最大値空いているという前提で、パスタのセットとコースは
絶対コースがおすすめ。で、なんでコースがおすすめかっていうと、差額が500円しかないからです。はい。なので、これはね、正直私が都内のどこかに住んでいた場合ですね、ずっと。の場合は、結構使えそうですね。若い方も雰囲気的にはバッチリ合いますし、ちょっとね、お店の写真も撮ったので、お店の写真も載せておきます。はい。お店の中の雰囲気もいいですし、ちょっと外に出てね、テラス席みたいのもありますので、まあ、真夏はね、と真冬は辛いと思うんですけど、秋春はもうランチとかもテラス席でするのはかなりおしゃれですね。緑の中で東京でこういうランチはなかなかできないと思いますので、安かった。もうシンプルにちょっとね、あんまお値段のことばかり話すのも良くないと思うんですけど、今回はもう食べ終わっても食べ始めても安って思いました。はい。で、味もかなり美味しいので、来てください。一度来ていただいて、3000円を高いと感じられる方がいたら、もう謝ります。はい。なので、ぜひ来て食べていただきたいなという感じがします。で、最後にまたちょっと一回出そうと思うんですけど、このデザートプレートみたいなやつですかね、は、おかわりができるという感じでしたね。はい。なので、最後食べ終わった時に、おかわりされますかっていうことで、一つずつ、増やすこともできますし、もう一皿っていうこともできるということで、大丈夫ですか？はい。これ、赤字？とかいう感じなんですけど、ということで今回は、このランチを実は結構おすすめしたいなと思います。なので、あのランチと、ホテルだからね、1万円ぐらいで泊まれるお部屋に泊まれば、フルコースですよね、ほぼ。のランチと宿泊で1万3、4000円で泊まれてしまうという、どうにかしてますよね。はい。感じです。はい。で、そんな感じなんですけど、まあ、結構一人の時は今後も、泊まることがありそうかなっていう感じがしますね。どなたかを、お客さんとしてお呼びするとかでなければ、これだけ綺麗で、この価格はかなり魅力です。はい。で、まあ、このね、まだあまり行けてないんですけど、この三井ガーデンホテルさん、東京に結構あるんですよ。豊洲のベイサイドクロスとかですか？または銀座とかにもあるんですけど、気になる存在ですね。こう、2万円を切る価格帯ですよね。2万円を切る価格帯でのホテルでは、かなりね、安定感あるレベル高いホテルな気がしているので、ちょっと三井ガーデンホテルさん、いくつかまた行ってみたいなと、密かに思っておりますので、また機会があったら紹介したいと思います。はい。ということで、今回はこちらですね。もう一回言います。まあ、ちょっと金をね、紹介しながら、三井ガーデンホテル神宮外苑の森プレミアさんを改めてご紹介させていただきました。ランチ美味しかったですね、やっぱり。はい、もうランチでどんだけ話すのっていう感じなんですけど、やっぱり最後にランチに皆さん来てください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。またよろしくお願いします。失礼します。